ノーサンガー・アビーは、ジェイン・オースティンによる長編小説。1798年に書き始められ、1817年に説得と合本の形で発表された。役所の代名表記は、ノーサンガー大邸宅や、ノーサンガー・アーベーさらには、ノーサンガー総員というのもあるが、アビーは、もともと大修道員だった建物を払い下げられた、貴族や、 大地主が自らの邸宅として冠した名称なので、農産ー,ー総員は五役で農産ー,ー間あたりが妥当な表記であろう。分別と多感、高慢と偏見が先に出版されたが、実質的には本作品が諸女作。カッサンドラ・アオースティン覚書によると、スーザンは1798年から1799年にかけ執筆されたという。 ノーサンガービーは1803年に出版向けに改訂され、同年にロンドンの書店であるクロズビー社に10ポンドで売られたが、クロズビー社はそれを出版しないことにした。クロズビー社は後にオースティンがすでに出版された人気作4作の作者であるとは知らず、兄のヘンリー・オースティンに対して買い取った価格と同じ価格で売り戻す分には喜んでそうすると表明した。 その後さらに改訂され、説得とセットの四巻小説の前半二巻として、オースティン没後の1817年12月末に出版されるに至った。リチャード・モーランド牧師の娘キャサリン・モーランドが、隣人のアレン夫妻とイギリス南部の都市バースを訪れることから始まる。そこで新しくできた友達のイザベラ・ソープラと共に、舞踏会に行ったりして過ごす。イザベラの兄で、 キャサリンの兄、ジェームズの大学の友達でもある、ジョン・ソープに、キャサリンがしつこく迫られていることに気づく。そして、社交パーティで、ヘンリー・ティルニーと知り合い恋に落ちる。ヘンリーの妹であるエレノア・ティルニーとも友達になる。ヘンリーは、自身の小説感や歴史世界についての知識で、キャサリンを魅了していく。キャサリンは、ヘンリーとエレノアの父である。 ティルニー将軍によって、ヘンリーの実家である、ノーサンガー・アビンに招待される。ゴシック小説、ユードルフォの秘密の愛読者であるキャサリンは、その屋敷はどこか暗く、古めかしく、魅力的な謎に満ちているのだろうと期待する。キャサリンはこの屋敷に関する、数々の謎を指摘して、ヘンリーに披露するが、彼はそれらすべてに反論して否定する。屋敷の主人はキャサリンを追い出して、 ヘンリーに彼女と別れるよう言いつけるが、ヘンリーはそれを拒否して、彼女の後を追い、彼女と結婚する。この物語のヒロインである17歳の少女、キャサリン・モーランドは、地元フラートンの隣人であるアレン夫妻に、数週間バースを訪れるのに同伴しないかと、誘われる。しかし初めは、そうした場所を経験することによる興奮は、彼女が他に、 多くの友達を持っていないことでそがれた。やがて彼女は舞踏会で魅力的な若い男性、ヘンリー・ティルニーを紹介され、彼とダンスや会話を楽しむ。しかし彼女はその後数日間、彼に会うことはなくなる。その間の彼女の興味は、イザベラ・ソープという若い女性と会うことの方に持って、行かれる。イザベラは兄のジョン・ソープとキャサリンを結婚させようと画策する。 キャサリンはこれには興味がなく、ソープ兄弟とティルニー兄弟の両方との友人関係を維持しようとするが、これは後に様々な誤解を生むことになる。その間、イザベラはキャサリンの兄であるジェームズと婚約するが、彼女はジェームズが思っていたほどは金持ちではないことに満足しない。舞踏会でジェームズがいない間に彼女はヘンリーの兄であり、勇肌で、 魅力的なフレデリック・ティルニーに出会う。そして、イザベラは、フレデリックと間もなく浮気を始める。そういうことに疎いキャサリンは、イザベラの態度が理解できないが、ヘンリーはそれを非常によく理解する。その浮気はジェームズが戻ってきてからも続く。ヘンリー、エレノア、ティルニー将軍は、自分たちの家である、農産ガーアビーで数週間過ごさないかとキャサリンを、招待する。 多くのゴシック小説を読んだことのあるキャサリンは、ノーサンガーアビーは大きく、多少ゾッとするようなところに違いないと期待し、ヘンリーも彼女の恐怖を助長してからこう、初めてそこで過ごす夜はとても激しい嵐が吹き荒れる。彼女は寝室で不思議な文章を見つけ、ろうそくの明かりでそれを見ようとするが、突然ろうそくが消えてしまう。翌朝、彼女はその紙を読み、 それが単なる洗濯屋用のリストであると気づく。彼女は、ノーサンガー・アビーが、漢字の良い屋敷で、全くゴシック風でないことに失望する。しかし、ノーサンガー・アビーには、今まで誰も入ったことな、不思議な続き部屋があり、キャサリンは、それが9年前に亡くなった、ティルニー夫人の部屋であると耳にする。キャサリンはその旅を超えた想像で、今や、ティルニー将軍は、 妻の死に苦しんでいないように見えることから、彼にとって、妻はどうでもいい存在だったか、妻に対して冷淡だったに違いないと結論づける。おそらく彼は妻を殺したのだろう。あるいは妻はまだ生きていて、屋敷に監禁しているのかもしれない。キャサリンはエレノアを説得して、ティルニー夫人の部屋を案内してもらうが、突然そこにティルニー将軍が現れる。キャサリンは、逃げるが、 罰せられることは確信する。後にキャサリンはこっそりティルニー夫人の部屋へ戻るも、廊下を通りかかったヘンリーに出くわしてしまう。慌てふためき、ヘンリーに尋ねられたキャサリンは、ティルニー将軍についての自身の推測を認める。ヘンリーはショックを受けたが、驚くべきほど穏やかに、彼女の狂気じみた見解を訂正する。キャサリンは泣きながら立ち去り、 ヘンリーが自分とは関わりたくないかもしれないと憂える。ジェームズはイザベラに欺かれ、彼女がフレデリック・ティルニーと浮気をしたために婚約を破棄したことを手紙でキャサリンに知らせる。ティルニー兄弟はショックを受け、キャサリンはイザベラに幻滅する。キャサリンはティルニー家でさらに数日楽しい日々を過ごす。将軍がロンドンに行ってからは、エレの後より一層楽しく過ごす。 ある夜、ティルニー将軍が不意に帰宅し、エレノアはキャサリンに、ティルニー家は家族全員に関わる約束があり、キャサリンはもうこれ以上滞在できないと告げる。キャサリンは翌朝早くに、お粗末で不親切な移動手段で帰宅せざるを得なくなる。故郷に帰ったキャサリンは、不幸せな気分で過ごす。数日後、ヘンリーは何が起きたのかを説明しに、彼女の元を訪れる。 ティルニー将軍は、ジョン・ソープが、キャサリンは、女子相続人であるという、誤った情報を伝えたことだけが理由で、キャサリンに魅了され、ヘンリーと結婚してほしいと願っていた。ロンドンで彼はジョンに、再び遭遇し、ジョンは、打って変わって、キャサリンはほとんど貧窮状態にあるという。ティルニー将軍は、キャサリンを追い出すために家に舞い戻る。ヘンリーは、父の反対にかかわらず、まだ、 キャサリンと結婚したいのだと告げる。結局、エレノアが裕福で借位のある男性と婚約したために、ティルニー将軍はヘンリーの結婚にも同意し、モーランド家は非常に金持ちではないが、貧窮とはほど遠いことも知ることになる。加えて、キャサリンはイザベラのように消極的な影響を及ぼす他者を信頼せず、誠実で独立心の強い人を信頼した方が良いと気づく。 それはキャサリンが本当にきちんと個性的に老成し成長したきっかけとなった悪い経験を通じてこそ得た教訓である。ノーサンガー・アベーは基本的にはゴシック小説のパロディである。主人公を仲裁階級出身の目立たない平凡な少女に設定し相手役の男性が彼女について実行する前にヒロインがヒーローに恋をすることを許し、 さらにヒロインのロマンチックな懸念や好奇心を根拠がないとしてさらけ出すことによって、オースティンは18世紀の小説の観光をその冒頭から変えた。オースティンは他の著作より明らかに喜劇的であり、彼女の両親兄弟が楽しんだであろう多くの文学的意義を含む、この本を家族の娯楽として始めたのだろうとオースティンの電気作家であるクレアトマリンは推測している。 ありがとうございます。